オンズゲート風、オープニングを、作ってみよう。これから説明する、動画作成については、私が使用した、ソフトのバージョン及び、ハードウェア環境で、作成したものです。ソフトのバージョンや、ハードスペックの違いにより、同様に作成できない、場合があります。うまく作成できない場合や、ソフトの使用方法について、コメントされましても、お答えできません。使用するソフトは、After Effects、CS6、Blender、2.63、動画編集ソフトです。各ソフトの使い方を、コメントされましても、お答えできません。ご自身で、調べてくださいね。そして、テンプレートファイル、この後の動画を、よーく見てくださいね。このアドレスへ、大文字小文字記号など、間違えないように。このファイルを、ダウンロードボタンを押して、デスクトップに保存してください。ダウンロードしたファイルを解凍します。パスワードを入力します。Blenderファイルをダブルクリック。ここにある E はテキストではなく図です。必要に応じ移動やサイズ変更して使ってください。今回は使いませんので削除します。この E の図もテキストも二重になっています。オリジナル文字を修正します。二重になっているので、もう一つのテキストも修正します。レンダーアニメーションを選択。0001というピンズファイルができました。After Effects ファイルをダブルクリック。マスクの動きを確認してみます。うまくマスクできていますので、レンダリングしていきます。コンポジション、レンダー級に追加、を選択。出力ファイル形式などはお好みで。レンダリングボタンを押します。
デスクトップに動画だけのファイルができました。動画ファイルと音声ファイルを動画編集ソフトでミックスします。完成しました。チャンネル登録お願いしますにゃー。